電話電話の歴史電話訴訟グラハムベル自ら電話機で話す。様子電話訴訟とは、ダウド訴訟とも呼ばれるグラハムベルとトーマス・エジソンとの電話特許紛争である。1854年にフランスのブルサールが理論的な提案をし、1860年にドイツのフィリップ・ライスが実際に制作した豚の蝶の膜を利用した音声を電流の断続に変える装置が、 ベルの発明の先駆的なものとされる。ドイツ語でこれをテレフェンと呼んだことから、ドイツでは彼の発明とする意見もあるが、他国で広く認められたものではない。なお、ほぼ同時期に、イタリアのアントニオ・メウッチも、音声イコール電流変換装置を作っている。1876年2月14日午前11時頃、弁護士のジー・ジー・ハバードが、 アレクサンダー・グラハム・ベルの特許名最初を提出。同日午後1時頃には、依頼者・グレーが予告記載書を提出した。米国特許法の先発明主義により、1876年3月7日に、アメリカが州国特許第174,465号として、グラハム・ベルが取得した。3月10日に、マサチューセッツ州ボストンで、 グレーコアンの液体抵抗型層脇の実験時に、気流酸をズボンにこぼした、サイのミスター・ワトソン、カメ、アイフォンチュー、というグラハム・ベルの音声が初めて通じた。これが、特許紛争の一因となった。1877年4月27日、トーマス・エジソンが、研究員に開発させた、炭素式、マイクルフォンを、特許申請した。また、 ベルの会社は、エジソンの炭素式のマイクロフォンに似たものの特許を2週間前に、取得していた技術者のエミール・ベルリナーを雇い入れた。そのため、電話特許紛争が起こった。1879年、ウェスタンユニオンが所有するエジソンの炭素式、マイクロフォン、グレーの液体抵抗型マイクロフォンの米国特許と、電話事業等、ベル電話会社に譲渡し、ウェスタンユニオンは、 電話事業に進出しないこと、ベル電話会社は、電信事業に進出しないことと電話事業の利益の20%を17年間、ウェスタンユニオンに支払うことで和解が成立。この結果、アメリカの電話事業、俗に言う、ベルシステムにおける、特許化の独占時代が始まってゆく。ありがとうございます。